まあ適当でいいですよ。まあ、どっちでもまあまあ別に何でもいいですよ。はい、おはようございます。はい、全国800万人の、ストリートファイターファンの皆様こんばんは。こんばんは。今日は金曜花金大会、まずは国際交流戦ということで、FHD ことファイターズヒストリーダイナマイト大会始めたいと思います。ワンピーカーはゴン、ツーピーカーレシオ。じゃあクレジットが入ってない。クレジットが入ってなかった。はい。はい、初めて、はい、まあ、あのゴンさんは、まあ、ガロスペ勢ですよね、基本的に ね、 ね、あ、なんだ、レイレイだぞ。ワンピーカーはゴンレイ、ツーピーカーはレショレイ、まあ、レシオ君はなんか最近このゲーム始めて、ボムさんに相当温まってましたけどね。さあコンさんと、スルタツ君、コン選手いる？コン選手いる？コン、あれさっきいた、さっきいた。じゃあちょっと出現までやってください、お願いします。さあここはまずはゴン選手が体力リード、まあ、同キャラですからね、言うてもね、言うても同キャラですからね。飛ばせて落とすが非常にこの強いレイ。あ、さあレシオ、ここはフルキック、しかしねダイナマイトタックル、すぐさま飛び込んでいく。ここはゴン選手ガードが高い。あのね、レシオ君、あのサンダーダイナマイトタックルの連続技、非常に精度が高いですね。そうですね、すごいいつも練習してますよ ね、 ねえ。さあここで出足刻んでいく。さあ飛ばして落とす、どちらが自分の距離で戦えるか。おーっと、あと一発入ったらやばいよ、やばいよ。大足逆転、残り時間がない。抜ける、おー抜ける、どっちだ、どっち、あーどっちだこれ、どっちこれ、微妙な微妙な判定、微妙な判定。ドロー、両方についた、両方についた。つまり最終ラウンド、いいゲームです、いいゲームですね、いいゲームの状況に出してますね。いいゲームですね、非常にいいゲームです。これここでもドローだったら終わりなんですかね。まあ両者失格でいいんですか。本当に死ぬんだ、はい、その場合は両者失格でお願いします。さあダイナマイトタックル、さあここでホイールキック、飛び道具を読むか、それとも飛び道具を打ち続けるか、読み合いが非常に重要になる。 DDT から投げ、こう、おーい、あっピオタ、ゴン一発いきます。ゴン、ゴンが今日誕生日、あー、できる、勝ったのはレシオ、見事決めていった。じゃあエビさんと、微分さん、エビさんと微分さん、エビ分、あ、ごめんごめん、エビ分。さあ、エビさん、さっきね、のじあいでずっとリーやってましたね。ああ、なるほど。あ、そう、手前、手前で、うん、お願いします。はい、じゃあ、エビさん、ワンピー、ツーピーガーは微分。じゃあ、エビさんはリー、そして微分さん、レイ。レイが多いですね。レイ多いですね。まあ、このゲーム、4強と呼ばれてるキャラクター、レイ、リー、カルノフ、ザジーと。まあ、こういった、この辺がやっぱり強いんで、どうしてもキャラがね、偏ってしまうとしょうがないからと。エビ D、ワンピー側、ツーピー側、微分さんのレイとなっております。微分さん基本的に波動拳と昇竜拳あるキャラだと割と戦えますね。そうですね、それだけで、この辺のキャラで戦うか、おしっこで戦うかみたいな感じになっていると。さすがに FHD ではおしっこは、使えるキャラクターがいなかったと。はいよ、じゃあやっちゃいますかね。赤間さんとトラさん奥で、じゃあお願いします。赤間トラ、赤間トラ、 J ゲーム対決お願いします。さあダギク、こかしていく、体力リードはビブン、ツーピーガマン、レイ。さあタックル、カーガン決めていく、もう一度、おーい、あいた、ピヨッタ、死んだか、おい、あ、生きてる、ビブンさん、あ、もうここで削って、エビーポ選手、いや、一瞬で体力吹っ飛びましたね、吹っ飛びましたね。横に押し付けが非常に強いこのリーというキャラクター、まあしょうがないですね。あと弱点が微妙な位置にあって、ちょっと当てづらいっていうのもありますね。それに対してお腹にある、このレイと、さあアプリケが取れてしまうとピヨってしまう、弱点システムとなっていると。さあ画面端、このゲームはね、実はチェーンコンボが存在して、少々大と、タイミングよくボタンを押すことによって、小技から大技がつながるような、通常技のシステムになっていると。さあビッグトルネード追っ払っていく、自分の距離で戦いたい、来るな来るな、ビッグトルネード、ビッグトルネード、格闘ゲーム史に残る高性能の飛び道具、ビッグトルネード。さあ落ち着いてる、バンナックルかな、もう一回大パン刻んでバンナックル、垂直ジャンプで受けてバンナックル、ジャグレー出していく。さあ体力同じぐらい、ビブさん、ビブさん大丈夫よ、あー食らってしまった、ホイールキックのスカカクいただきました。勝ったのはエビリー、お見事、
途中まではね、礼をしてたんですけどね。よかったですね。すごいいい勝負でした。で、トルさんとソレガシさん。おお、来ましたね、これ。これは。これ来ましたね。名古屋からの資格を。名古屋からの資格、かわいがり。これ、一回でっかい電源切るんだっけ。はい。トルさん、あの、トルさんは、いいんで、トルさんは、いわゆる FHD 界の、まあ、ほぼほぼ最強の一角度、プレイヤーとなっておりますが、さあ、名古屋の人が見たことない FHD プレイが見れるかもしれない。これはやばい。ワンピーガーはそれがし、ツービーガートル、じゃあ試合の方始めてくれ。トルさんの情けとかいらないんで、全部ガッツリ。あー、今日トルさんはザジー、そしてツービーガーは、これはやばいですよ。サムチャイ、サムチャイ、サムチャイなのか、なんだなんだなんだ、リョーコか、リョーコか、リョーコ、マースか、マースか、クラウンか、あ、トロ、え、赤間さん勝った、すげえ、マース勝ったんだ、すげえ。で、ババ君と笹塚さん、ババ君と笹塚君奥で試合。さあ、トルさんといえば FHD 勢というところで、伝説の FHD プレイヤー、トラそれがしくそれがしく、あー、2P 側だよ、あー、危ない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 、優しかったですね、ちょっとね、連打系3発目が当たると鬼のようにクリティカルヒットが、体力が減るというような、よくわからない構造になってる。おっ、2P 側で、おっ、2P 側で、さあ、エルボー、まさかあるのか、あるのか、昇竜拳、おお、抜けて、 T 側で抜ける、バルカウッツで削り取る、一歩接種、いや、そもそも削りの量がえげつないっていう、えげつないですからね。ソレガシさん、あれ、ソレガシさん、カルカル大会出るんですかね、ガロスで。あ、じゃあもう、ソレガシ君は優勝をね、期待されている、優勝校の一人ということでね、そうそうそう、カルカルのガロスペ大会。今日は FHD で、トルさんに勝ったらすごいことになりますよ。どうですか、あーだー、うそー、すげー、勝ったのはトレ、お見事、 なんかすげーゲームだった。なにこれ、やばい。で、ガロボは一回お休みですね。じゃ、ヨサクとレッドマンお願いします。レッドファイト、ついに参戦、レッドマン、レッドアロー、早くヨサクとレッドマン、レッドマン誰だ、あー、レッドマン、レッドマン、で、ヨサク、俺ツービー、違う、じゃんけんして決めろって、レッドマンがじゃんけんしてる、いやー、これ、あー、レッドマン、あの、予策、あの、レッドフォールで崖から落としてください。もう、レッドファイトって言いながら 2P 座っちゃえばよかったの。座っちゃう。レッドファイト、レッドファイト、さあ、ワンピー側はレッドマンとザジー、そして 2P 側は予策通り、赤いですね。レッドレッドマン、レッドマン、レッドアロー、レッドナイフ、レッドアロー、えい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 、ダーイ、レッドアロー、レッドナイフ、あー、レッドホール、決まった、レッドマン一歩前進、レッドマン、やった、ちびっ子たちが応援してるよ、レッドマン、レッドマンはね、赤い、あれですかね、通り魔と呼ばれてるキャラクターだったりますからね、何もしてない怪獣をね、どんどんやっつけていくと、喧嘩を打っていくわけですね、レッドファイト、怪獣がちょっと、怪獣大丈夫ですか、怪獣、はい、おう、佐々木選手勝利ということで、レッドマンがいたから、周平選手とアイランド選手、じゃあ奥で試合、あれ、与作君一本取り返す、いや、レッドマン、周平君とアイランドさん、じゃあ奥で試合の方お願いします。周平さんいる、あ、いたいた、じゃあお願いします、じゃんけんして、ワンピーツーピー決めるんだ、おお、怪獣やるの、やばいやばい、怪獣、レッドマンがピンチだ、群馬怪獣、与作、群馬怪獣、与作、さあ、ヘルファイヤー放ってこい、レッドマン、レッドマン頑張って、レッドファイト、どうだ、レッドホールで落としたいところだが、あ、さあ、弱点が光ってるぞ、ハチマキ、あー、いったか、えいえい、あー、安い、レッドマン安い、ここでまずいよ、まずいよ、まずいよ、バルカ、バルカ、レッドマンが人工体、あー、レッドマン死ない、やったのはレッドマン、レッドマンありがとう、予策死んだ、予策弱えぞ、じゃあ次、はい、来ましたよ、伝説のレジェンド、伝説のカルノフプレイヤー、ボムさんとヒマジン選手、じゃあ、はい、手前台でお願いします、奥、終わった、早、じゃあグリグラ君とアキラ、じゃあ奥で試合の方お願いします、はい、
あ、クレジットが入ってない。クレジットを入れてください。すいません、入ってない。レッドマンが今クレジット入れに行きました。グリグラとアキラ、じゃあじゃんけんだけしといてください。さあ、ヒマジン、ワンピーガー、クラウン、ツーピーガーはレジェンドオブ伝説、伝説のレジェンド、カルノフ、ボム、いやーもうボムさんは、あ、シャープハート光った、あれ頭が光った、ここからバルーンかな、あー死んだかな、これどうなの、優しい、エイパーミスター、エイパーミスターですね。さあ、スライディングから、さあ、いやもうボムさんはね、3月相当来てたんで、来てましたね、危なかったな、もう天敵引きちぎる、そうですよ、ババアの看護婦を口説く、完全に口説いてました、ラピュタをなくす、もう見せてましたね、もうボムさんにかなうやつはおそらくいないんじゃないかっていうところまで行ってますからね。さあ、それを4時までね、相手してたアキラと八丁堀が解消に、あーやばいやばいやばい、ヒマジン、あーそれはまずい、やばいやばい、ビオタヤオキック、スライディーバー、ボム勝利、つえー、じゃあアキラとグリグラさん手前で試合だ。X のグリグラ選手、そして、ガロ伝説スペシャル世界大会第2位、アキラ、ワンピーガワ、グリグラ、ツーピーガワ、アキラ、これはいい試合になりそうだ。アキラが使うのは4ミ、ツーピーガワ、ワンピーガワ、グリグラ選手が使うのはレイ、波動昇竜キャラとなっております。まあ昇竜コマンドではないですけど、旋風コマンドで、ホイールキックと呼ばれる昇竜拳タイプの技を打、空中地上どこでも出すことができると。さあ、うまい、これですね。で、それに対してアキラは、低空オーラスパッシュと呼ばれる、テクニックを、連発していくというようなスタイルになっております。低空オーラスマッシュはいい感じの高さで出せるとですね、サガットザンギエフ問題を引き起こすことができると、つまり固めることが可能なんです。さあ、飛び込んで台足交換していく、たこ焼き信号、じゃあ奥でお願いします。さあ、カルカル大会での優勝が、望まれているアキラ、まさか締め切り直前になってあの迷路界の孔明が参戦するとは思わなかった。あー、えい、避けられて台足、グリグラ落ち着いてる、波動拳でとりあえずグリグラ一歩接種、さあ4ミーはだからこの低空オーラスマッシュが出せないと正直あの戦うのがきついキャラクターと呼ばれております。これを連発して、えぐい角度でえぐい高さで出せることができるんであれば、飛ばせて落とすが理論上どこでも成立するというような、キャラクターになっていると。まあそう簡単になかなかね向かないのが現実であるというところですが、さあ、まあ笹塚選手、マキラもうまいですけど、まあ、そういったうまいプレイヤーいますからね。さあ4ミーで三角飛び、さあ台足こかしていく、チェーンコンボ、グリグラ、ここはホイールキックで割って DDT 起き上がり、こう小足から返していく、チェーンコンボ、バックステップからのジャンプ、もう一度テイクオーラスマッシュ、さあ対空飛ばして落とす、大キック、しゃがみ大キック、非常に強いこの4ミー、台足、さあ台足どうだ、削って、あー出た、これです、これがテイクオーラスマッシュ、あー飛びが通った、でも安かった、でも当てた、残り11秒、オーラスマッシュ飛んだけど、グリグラ落ち着いてる、小足でダイナマイトタックル潰していく、あーチェーン決めた、ここは1-1、いい勝負。さあ、ナイトもあるても、これでラスト1-1からの3本目、さあテイクオーラスマッシュ、さあビッグトルネードを呼んで台足、さあここは空対空かぶせていく、大キック、キャッスル、かかと、ここはしっかりガードしていく、ホイールキック、ジャンプで受ける、さあビッグトルネード、この距離感まずいぞ、テイクオーラスマッシュを出していきたいところ、弱大チェンコもつないでいく、テイクオーラ、いやーここで連発したい、しっかり出せるアキラ、お次を取り戻したか、飛んで一旦離して仕切り直していく、飛ばし落とすができるキャラ、前に持っていきたいという感じでしょうか。さあここで波動拳オーラで避けていく、体力リードアキラ、もう一度飛ばして、あーホイールキック、うまい、フェイントうまかった、でもアキラしっかり対応、削って台足で落として、グリグラピッチ、残り20秒、まだ時間ある、オーラスマッシュ飛んでホイールキック、少々刻んでホイールキック、投げていく、まだ分からない、まだ時間ある、ダギック、落とせるか、ホイールキック、粘り勝ち、勝者アキラ、お見事。
じゃあチキンカルボナーラ VS ソマリア手前でエンテイとなる奥で、じゃあ試合の方お願いします。さあ FHD 界最強の一角チキン、2P 側へ今日はいい席取りましたね。それに対してソマリア選手カルノフ 1P 側、ソマリアカルノフ VS チキンは今日は、ジャンで、参戦となっておりますね。さあどんなキャラ使ってもそこそこチキンは強いとは思うんですが、今日のこのジャンはどうでしょうか。小橋さあ連打で打つ、しっかり固めていく、ワープで避ける。2000年代に入ってから発見されたこの隠し技、カルノフワープ、まあバグなんですけどね、まあ、こういったテクニックも、多用して戦うのが、今の2016年の FHD 界であるというところでしょうか。大足連打連打固めるが、ソマリア返す、バルーンと相打ち。さあチキンがビヨった大大100キック、ファイヤーで固める、ダメ橋打撃返していく、飛び込んだ、あー飛びが通った、シャンプーハットが取れた。やりたかっただけ、ロンダーロンダーとチキンが一歩選手。いやいい試合だったのに急にうざくなりましたね。急にうざくなりましたね今ね。さあソマリア選手頑張ってくださいね。絶対キャラ的にはカルノフがね有利な組み合わせだとは思うんで、まだチキンが 2P 取ってるのが非常に鬱陶しいですね。うまーい、やる、あとでちょっとでピアるぞ。さあサマで後ろに避ける、100キック生手ピヨった、はいはいはい、あ安い、ボイヤーに切り替えて残り体力数だと投げだった。ロンダと出てねえから、出てねえ、おいおいお前後がねえぞチキン大丈夫か。さあこれで3位ファイナルマッチ3本目、スライディングからファイヤーファイヤー、自分の距離で戦いたい、いいぞ、飛ばして落とす、ソマリアカルノフ体力リード、どうだ、あああれチキン死んだかな、あー安い、優しい優しい。さあ今日はねシュガーラッシュやってますからね、あーシャンプーアートのロンダート、勝ったのはチキン、お見事。じゃあこれで1回戦が全部終わった、終わりましたね。はい、じゃあモサリとレシオ、奥が、コンさんとエビくん、手前がモサリレシオ、奥がコンさんと、エビくんです。はいはい、手前でモサリレシオ、さあレシオここね、先週からね、ずいぶん練習してきた姿見てますんでね、まあ、相当ボムさんのカルノフに温まってはいましたが、さあ、1P 側レシオ、2P 側モサリ、じゃあ試合の方を進めてくれ。最近 FHD 界で非常に熱い、感じになっているのが、勝った際に 2P 側にわざわざ出向いてですね、キャラクターの勝利ポーズをあえてやるっていう。ありますね。煽りが非常に流行ってる FHD 界となっておりますが、ジャン使ってないのにジャンでパチンってやりますから、ね、パチンってやりますからね、みんなそういうことで平気でやってます。レシオなんか向こうにレシオがいると、レシオに負けるとダイナマイトって聞こえる、何を言ってるんだとオーライとか聞こえるというね、シャ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 ってやりますからね。そうですね、突然リーの投げが来る、投げが来る、さあやばいやばいやばい、ピオタ、さあここからレシオの連続技3段しっかり入る、めくり、ここはモサリしっかりガードしていく、飛び道具ドミノ打たれてるだけでも相当きついこのマーソリウス、一回捕まえればね、あるんですけどね、ビッグトルネードギリギリでジャンプで避けていく、大橋うわ追っ払ってパーフェクト、まず一歩接種でしょう、厳しい、これ避けるだけでも結構大変だけど避けてますからね。そうですね、なかなかありますよこれ、まだまだ。さあダブルジャーマンをなんとか決めたいオサリス選手のマーソリウス、投げキャラに未来はあるのか、 FHD 人権はあるのか、 FHD 大足ぼかして、また弱点が足ってのがひどいよね、飛び道具こうやって余計すか行うと、もう、もうねえ、そうなんです、勝っちゃうんですよね。あーピオタ、さあレシオのターンが回ってきたぞ、最大取ってめくり、あーいよー、ほらこっから暗い投げあるよ、決めよう、あー逃げた、バックステップ、大足金さんでトルネード、大キック当てていく、ジャンプでどんなところに対空がしまない、勝ったのはレシオミュート。
レイ・ウィンズ、レシオ勝利と奥どっち勝った？エビさん、はい、奥はエビさんが勝利と。はい、じゃあ赤間選手とトル選手やばいですね、赤間さん。笹塚くんと、おーっと、ガルボー。あー、いいですね。あー、これ流したかったですけどね。まあでもしょうがないですね。さあ、赤間さん、これはやばいですね。なんとか勝ってきた赤間選手。しかし相手は FHD 界最強の一角であるトル選手となっております。ワンピングはトル、ツービーガは J ゲームのカリスマ店長、店員、赤間さん。いやー、これきついな。これはどうなるんだろう。なんか意外といけたりしないのかな。意外といけたりしないです。あーあるよあるよあるよ。あー、勝利で返していく。表だった、もうピヨッ ピヨッタ死んだじゃねえこれトルが一歩選手、この火力見たか。めちゃくちゃ減ったな今。いやー、しかもこのトル選手のこのザジーの連続は非常に安定性が高いように見えますけれどもね。あれ相当難しいはずなんですよね。いや、やるのはね、あの見るのは簡単ですけど、やるのは相当きついですからね。これだけやってるんだよ FHD というようなレベルで、今日はトル選手が仕上がってきている感じ。赤間選手頑張って、一回ダウンさせればね。そうです、一回あれば、一回ワンチャンあれば。あー、もうピヨッター。こっちがワンチャンか。こっちが繋がってるぞ。危ない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 、死んでない。死ななきゃやすい、死ななきゃやすい。あーあるよー勝利バルカウク勝ったな、取る。早い、早かったっすね。じゃあレッドマンとアイランド、レッドマンとアイランド手前台でレッドファイト。やべ、俺次ボムさんとじゃん今ことのじゅうださんに気づいたやばいですね、わかん、もしかしたら勝てるかもしれない。そうですね、大丈夫大丈夫。レッドマン、ワンピーガー、ツービーガーがアイランド。じゃあ試合の方進めてくれ。さあレッドファイトで先ほど予策を下してきた、レッドマンありますかね。ここはアイランド選手。あー、同キャラ、アイランドさん同キャラ。この間までマース使ってたのに、ここはやっぱり長いものには巻かれろと、巻かれましたね、いうような感じのスタンス。完全にキャラ差がきましたねこれ。さあバルカンフックの打ち合い。さあレッドマン、レッドナイフ、レッドアロー、いろいろ技揃ってますからね。あとレッドホール、超必殺技揃ってますからね。さあレッドマンがまずはヘルファイヤー、大パンチ刻んでいく、差し合い、大パンチ返していく、このゲーム特殊入力によってダックヘルと呼ばれているテクニック、無敵移動からの昇竜拳という非常に強い、行動ができるのが、このザジーと、あとはただでさえ性能がいいのに、四つ押しでキャンセルできるこのバルカンフックという技が揃っているのがこのザジー。唯一難点を言うとすれば頭が弱点というところでしょうか。さあ昇竜拳ダウンを奪う、かかと昇竜。さあいい殴り合いを見せる両者、バルカンフックで押していくが大パンチで潰して、ヘルファイヤー抱ける、バルカンフック、残り体力リード、レッドマン勝った。あー、レッドマン一歩選手。ガルボー勝ったの。ガルボーさん勝っちゃったか、珍しいの。え、あれ、さあガルボー、ガルボーは死にました、死にました。なんで手を挙げたんだから。じゃあボムさんとアキラ、じゃあ奥で試合の方お願いします。さあバルカンフック、バルカンフック、大パン、大パン関係、そうですね。さあイランの選手、ここはなんとか取り返したい体力。さあダックエルが入る、さあ野心キャッスル、ここは致命傷にはならない。ヘルファイヤー壊して返す、大パンチ、差し合いが非常にうまい、レッドマン、レッドマンのヘルファイヤーから壊し壊し、デジカーガード、ここは繋がってない、壊し壊し、大パンチで潰していく、ダケル、避ける、大パン、大パンの擦り合い、押し付けていく両者、ヘルファイヤー、ガード、バルカンフック返していく、アイランド、大パンチ、まあこれでわからない、あー、これで1-1、さあ、これで1-1。ファイナルラウンド、ファイト。さあこれで3本目、さあ昇竜拳当てていく、いい勝負を見せる両者、レッドマンかそれともアイランド選手か。さあ距離を詰める、ダックエル、どちらもダックエルの精度が高い、ダッキング、ダッキング、そして投げに切り替える。さあ体力リード、レッドマン、さあ弱点に一発バルカンフックがヒット、ああ光った、ピオリのリーチ、ピオリーチ、あー、抱ける、壊しからデジカーガード、もう一度、あー、先にピオタラ、レッドマン、まずい、減ったぞー、アイランドうまい、しかし最後までつながらない、
あぶねえあぶねえ、レッドはなんとか生きてる。レッドアローを出せるのか、レッドナイフなのか、どうなんだ、レッドボールか、レッドヘルファイヤーが出したい。デシカガト、お互いガードが硬い。しかしピヨルノは今度はアイランド選手、大パンピヨってない、残り12秒、飛び込み壊し、勝ったのはアイランドミュート。じゃあシンゴとチキン、シン、あ、いいんだよな、シンゴとチキン、はい、お願いします。ツーピースーピー、ワンピー側シンゴ、ツーピー側チキン、じゃあ試合の方始めてくれ。まあ、このゲーム実はワンピー側とツーピー側によってキャラクターの性能が変わってくるというような、ゲームになっておりますが、キャラクターによってはもうツーピー側ガン有利というような流れになります。さあワンピー側シンゴノリ、そしてツーピー側今日はチキン、ナメプなのか、ジャンで参戦。さあ飛び道具放っていく、テンさんこう、さあ横に押し付けが強いこのリー、一発、あーピオター、ロンダと出ちゃうよ、またそんなことやってると、あー危ね危ね危ね、前ためロンダと危ね、飛び道具放っていく、ダイパン、タワー行く、非常にチキンが落ち着いて、しゃがみキック、まず一歩先チキン、さあ追っていく、追っていく、さあシンゴはね、昨日新サム大会で優勝した、プレイヤーでございますが、まあ、リー使って相当強いんですけれども、ここはチキンをやっぱり壁をね、なんとか乗り越えたいところ、2ラウンド目なんとしても1本取り返したい、飛び込んだチキン、ショーキック、そして100列で固めて投げていく、ダメ端背負っているのはシンゴのリー、あーれだ、クリティカルヒットからの大キック、壊し100列、壊し100列、大パンツさん、あー手参考決めた、ピオルか、ピオタ、シンゴ出せるか、もうこう11、危ない危ない危ない、さあこれで3本目、チキンはうまいとはい、一瞬たりとも気は抜けないのは事実ですね。さあテイズ3個放っていく、飛び道具で様子を見ていく、さあここはまずはバーンナックルからのテイズ3個、追加入力でテイズ3個につながっていくというような技になっております。ダーキック、ダウンを奪う、壊して飛び込んで裏、この裏落ちのあれがね、ツーピー側の方が早いんですよね。さあ飛び道具放っていく、ダーキック、さあ連続技去る、このヘリまずい、勝ったのはチキン、お見事。じゃあおこれですね、じゃあナル君と、フランスでなんて言うんですか、北斗リコ、ナルと手前台で試合でお願いします。前回ザジ使って参加してくれた。さあフランス勢ついに現る、じゃあナル選手、ナルノフ、ワンピー側で試合の方お願いします。じゃあちょっと待っててください、枠取り直す感じ、はい、ちょっと待っててね。さあフランス勢ここに来て1回戦まず突破したいが、残念ながら結構やり込んでるナルということで、いやわからない、国を背負った男は強い。さあナルに勝てるか、査定マッチの様相になっております。ちょっと待ってね、オッケー、はい、じゃあ FHD 大会最後の1回戦、ワンピー側ナール VS2P 側北斗リコフランス勢、じゃあ試合の方始めてくれ。さあフランスに勝利を持ち帰りたいザジ、2P 側そしてワンピー側ナルノフ、さあナルにおもてなしの心があるかどうか、ね、おもてなしするのかしないのか、エビとレシを奥で試合の方お願いします。あーっとめくり大パンチで返していく、このしぼみかけを通常技当てて返すっていう知識自体はなんかフランスでも持ってそうな感じですね。あーうまい、これ今うまい、バルーン対策できてるじゃないですか。投げていく飛び道具、キャキック生手、バルーンからのステッド技、ピオタ、あー安い安い、あるよフランスであるよ、投げが入った、一歩選手なる、若干今ナルのおもてなし入ったんですけどね、若干おもてなし入ってましたね。さあ北斗リコフランスからわざわざ FHD 大会参戦してくれた
狙う首はもちろん伝説の彼の不使いボムさん。その前にボムさんの弟子であるナルを倒さなければいけない。さあキック厳しい、頑張って頑張って、大丈夫だよ、あるよー。第2弾からバルカンフック投げられる。ナルも非常にうまい、ダッキングで飛び道具を抜けていく。ダッキングが置いてある、ナルの貫禄。さあ固めていく固めていく、画面端当たってしまって体力リードナル。ああ、これはあるか、フランス、フランス背負ってる、フランス勢頑張ってほしい。ああ、ピヨット、まだ来てる、まだ来てる、まだある、まだある。ああ勝ったのはナル、北斗君ありがとう、みんな拍手。いやー、いい試合でした、いい試合でしたね、ありがとうございます。じゃああれだね、こっちは今あれ、え、これやってんだっけ、でこっちかトル君と、笹塚君お願いします。さあ笹塚君とトル、もうトルさん映しっぱなしということね。そうですね。あれ、これザジ読み、俺さっきね読み使ってて鳥さんに聞いたんですよ、うん、これザジどうするんですか、両替って言ってましたから、両替、あーなるほど。でラチが開かねえからボムさんに聞いたんですよ、うん、ラウンドの間に金入れるといいですよって言われて、なるほどなるほど、あげようぜ、みんなバカだなと思って。あーなるほどね、体力が少なくなったら金入れるっていう、ね、そうそう、金入れてそれでちょっと揺るがす、揺るがすって揺さぶりをかけて、揺さぶりで。さあというわけで4ミ非常に不利な状況において、ワンピー側トルのザジ、罪がささずか4ミ、さあエビさん勝利おめでとうございます。ここでね、ザジー戦どうすればいいんですかと解いたアキラに対して出てきた答えが、両替いけと、両替です、お金を崩してこいと。それは攻略なのか対策なのかわからないですが、さあ笹塚選手頑張ってほしいところ。これそうか、そうじゃん、もう1台でやります、あ、うん、それとももう1回ぐらい、もう1回いっちゃおうか。じゃあ、ボム対、アイランド、はい、じゃあボムさんとアイランド奥で試合の方お願いします。いやだってさ、正直このやっぱダークエルがある時点でね、そのテイクオーラスマッシュがかなり無力化されてしまうという状況になる。スーとかで逃げてきて燃やされるんですよ。なるほどね、しょうがない、俺ばっかりはしょうがない。あー投げた、自力で勝つしかない、デジカカト避けるか、あーダークエル、そのまま固める、オーラスマッシュは読まれた、あるよ、お、あるんじゃないですか、お、いいんじゃないですか、さすがさん、さすがくん、テイクからのオーダー怪しい、読んだ、届かない、届かない、逃げる、取る、逃げる、逃げる、あー、なんだよそれ、待ってました、バルカンフック、取る一歩接種。トルさんが唯一さっきアドバイスくれたのが、あのダックヘルの終わり際にちゃんと台足を合わせるといいですよ。なるほどね、それだけしかないみたいな、それしかないみたいな。じゃ相当今結構頑張ってたんですが、実際やってましたね、うん、トルさんがもうバックステップ誘ってましたね、あれね、もう散々、これ散々、あー腰巻き取れた、死んだか、まだ生きてる、あるよあるよ、まだある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 、だいぶテイクテイクテイク、もうずーっとガードしてるリーアピール、トルさんもうボタンから今手離しましたね、これ あるのか、あるのか、あるのか、一緒頑張ればいけるかもしれない、削り切れるのか、これ最後突然ダッシュダッシュ、さあもう今もうボタンから手を離したトル、やれんのか、やってみ、やってみろと、トルチャレンジ、ただ投げに、あー使っちゃって、投げに行ったらダイヤシ来そうですけどやばいやばい、はい、ちゃんとチャレンジタイム、トルさんはちゃんとやってくれてるから、あー失敗は許されない、ミスったらダメ、勝ったのはトル、今トルさんミスったからでしょ、ミスんなかったらツガードしたのに、あ、飛んじゃダメだ、ミスったらダメだと、いや惜しかった、トル勝利厳しいな今の、あーやられたらやられたでなかなか出ない、なかなか出ないっていうねあれっつって出せって言われると出せないみたいなね、そうなんですよね。じゃあモさん終わった、早いな、じゃチキンとなる、うん、そうですね、じゃチキンなる、いやチキンとなるお願いします。いやチキン、ここまでこのジャンというサブキャラで随分勝ち上がってきましたが、さあついになるが最近腕を上げているナルノフ、ワンピーガはナルノフ、ツーピーガはチキンのジャン、じゃあ試合を始めるんだ。まあチキンはね、散々ボムさんとやっているということで、この辺のカルノフ対策しっかりできてるんじゃないかと思われるんですが、あれチャンプハートがもう光ってる、あああるのか、こっからこっから台から百列、ガード台足こかして
上からまた被せていくが、ここはなる、しっかりガード、まだあるよ、飛び道具刺さる、飛んだが対空100キック見てから台足余裕でした、どうだ、壊して刻んで削りで、やたいパチ厳しい、いきなりでしたが、アピっている、レシオ君と一緒にアピールするんじゃない、アピっている、乳首をつまみ合うんじゃないよお前ら。さあチキン一歩選手、さあ腕前でね、キャラさをものとも言わせないプレーと今日はなっている感じでしょうか。まあ、とはいえジャンもやっぱりそのできる選択肢がこ、ね、決まってきちゃってるとは思うんで、なるうまく拡大していきたいとか、ああ勝ってる勝ってる、シャンプーアウトに勝ったぞ、やばいやばい、ファイヤー飛び込む、総裁しっかり対空出していく、斜め下に非常に強い大キックなんですが、大パンチで返していく、キャピック頼り変えて飛び道具の違いから落ちて飛び道具、ああ対空で使う、壊して飛び込んで壊して固めて、勝ったのはチキン、お見事、すえ、じゃあ次準決勝第1試合、エビくん対、トルくんお願いします。さあここまで勝ち上がってきたエビ選手のリー、ワンピガはエビリー、ツーピガはトルさん、ザジー、ビーザジー、カルノク、ジャンとばらけましたね、だジャンだけがちょっと一個落ちる感じですけれども、ね、まあ使ってるのはチキンということでね、まあいいでしょうということ、はい、じゃあワンピガはエビ、ツーピガはトル、トル選手、先ほど笹塚選手を惨殺してきた、ザジーとなっております。スーピー側を取る、さあまずは弱攻撃を連打して様子を見てくる両者、素早い突進を、持っているリー、そして無敵からの勝利が、無敵から無敵、そして攻撃判定だけが出るダックヘルを持っているザジー、さあどうだ、固めていくバルカンフック、ダックヘルダッキングからバルカンフック固めていく、飛び込むが投げが入る、このゲーム投げはねあんまり減らないですからね、そうですね、さあどうだ、ダッシュ、起き上がり、バルカンフック重ねてしっかり削っていく、大キックが去る、何かやろうとしたら大キック、あーやばいやばいやばい、つながってはいなかった、おー人工体で返していく、ガードしてる、全尻尾バルカンフックで単発をして返す、そんなことが可能だったんですねこのゲーム、あーしかしここは全尻尾は去るのか、あっとダックエルからのダックエルと、トル一本選手、いやでもなんかだいぶ噛み合ってて意外といけそうな感じがありますね、そうですね、まだわからない、わからないですね、十分トル選手の体力を減らしたと思われますけれどもね、さあいきなり猛攻出していく、しっかりガード、さあ飛び込むがここは総裁、大足からの投げ、さあ起き上がり、あーめくりデジカカとまではつながらない、デジカカとつなげたい、猛攻全身歩体力同じぐらい、うわっと勝利で返して、うわバルカンフック一回離れて様子見、ペースアゴ、さあどちらが先に動く、体力リードはトルザジー、同じぐらい、あーつながってない、ザックエルからのバルカンフック、勝ったのはトル、お見事、惜しい、じゃあボムさんとチキンお願いします、結局もうアゲオ勢しか残ってねえじゃん、アゲオの力が今残る、ボムさんとチキン、じゃあ準決勝お願いします。これはちょっと気になるのがボムさんがワンピガにいるっていうのが気になりますね、これはどっちがいいのか、ジャンのコンボ入る 2P のが強いのか、はいお前えいキャラ違うぞっていうね、バカバカしかいねえ、バカしかいねえっていう、ね、さあカルノウ、ここはさすがにチキンが相手とはいえジャンなんで、そうなんですよね、うん、俺もやっぱプライド的に曲げられないですね、そうです、さあそこを割っていくのがチキンとなっております、あーピオル危ねえ、さあ100キックバルーンガードファイヤー読んで飛び込むがボムさんバックステップ対空ファイヤー、さあどうだ、シャンプーハート光ってるよ、さあここでいけるのか、完走できるか、安いドンキホーテチキン珍しい、しかしおクリティカル3発目ヒットクリティカル、一本でチキン出た、いやー来ましたねクリティカル、あーボムさん天敵、大当たり引きました、ボムさん天敵、
さあ、煽っていく、めくっていく。ヤキック、サワーで返す。でもチキンの足光ってますからね。さあ、トリコロール。ああ、これで割れて飛び乗る。はい、はい、はい、はい。ああ、ヤビスタ。さあ、画面端。ヤキック、バルーン。炸裂で返す、飛び道具、壊しきさて、シャンプーハットを光らせたい、危ない、エルボーはバックステップ、飛んで、壊し、あー、対空からヤキック、これで1-1、1-1、ライバル対決3本目までもつれ込む、ボムさんのマンピー、2ピガチキン、いやー、これ厳しいですね。チキンは何としてでもピオらせたいですよね。そうですね。あー、どうし、シャンプーアート光った、これは光ったら、あー、あるのか、ボブさん生きてますか、ロンダートあるのか、ボブさん、あー、惜しい、投げた、まだ残る、サマーで割って、バルーン、サマーで割れるんだ、あー、ワープ、スラからバルーン、めくり、ナイスガード、飛び道具、飛び道具の試合、ヒャキック、ジャンプで避ける、大パン、大パン、ヒャキック、バルーン、やるー、かー、ボムさん勝利ー、持ってった、やるー、ボムさん決勝進出おめでとう。いやー、じゃあ、これはじゃんけんが非常に重要になりそうですね。 FGD 大会、じゃあ決勝戦始めたいと思います。トルタイボム、ジャンケンして、ワンピーツーピー決めるんだ。いやー、規制が聞こえましたよ。あー、ツーピー取られた、トルさん、ツーピー取った。このままでもいいんじゃない、クレジット、これで乱入して、乱入して、はい。さあ、ワンピー側、ボムさん、残念ながらジャンケンに負けてワンピー、そして 2P 側がトルノザジ、これはやばい試合になりそうだ。瞬殺か、それともいい勝負になるのか、決勝戦ラウンド1、これ目が離せませんよ。やばいですよね。ボムさん、落ち着いていきましょう。さあ、バルカンフックの準備 OK、 トル、そしてダクル、さあ、お互い距離を取る、早いゲームでこういうね、差し合いがね、見られる上級者同士、一周回った FHD。 さあ、どうだ、よそ見てくる、よっしゃ、壊し、コパンと刻んでいく、ヒャキック刻むが、シャンプーアート取れたー、バルカンフックアメラレ、ワープ読まれた、優勝リーチ取る。あれ、 2P だから一歩動いて弱パンつながる感じなんですかね。そうなんですかね、すごいっすね。しっかりとそういった細かいテクニックを駆使していく、トルザジ、あっという間にボムを1本取る、ボムから1本取る、ボムさん、今こそ天敵を引きちぎる時ですよ。ボムさん頑張って、飛び道具、めぐりガード、なんであれガードできたんですか、すごいですよね。全然分かんなかった今の。しかし体力リード取る、ヤピック、あーあー、バルカンフック、我慢我慢、じっくりいきましょう、じっくり。さあ、ダクル、ここは落ち着いてガード、大パン刻んでいく、固めたいが、ヤピック、あー、ダイキック、ジャックジャック、スライディング、ヒャッキック、あー、読まれた、バルカンフック追っ払っていく、ジャックパン返していく、生でヘルファイア、そして投げ、体力はほぼない、同じぐらい、めくりガードしてる、めくりガード、超大ヒャッキック、いちいち、いや、このガードの硬さ、硬さやばいですね。落ち着いてますね、ボムさん、すごい。さあ、泣いても笑っても最後ファイナルラウンド、ワンピーがボムさんか、ツーピーがトルさんか、 FHD 頂上決戦、キャラ的に有利なのはザージーと思わ、ツーピーがのジャージーと思われますが、しかしボムさん今日はキレキレ、めくりが通じない。さあ、しぼみかけを対空、表か、今の表ガードしていく、ダケルガードして、ヒャキック返すげ、バルに切り替えるが大パン、あー、シャンプーアウト取れた、ピオタ、ボムさん生きてくれ、いない、勝ったのはトル、優勝おめでとう。しっかり完走、いやー、すげえな、16割に減る、すごいですじゃあトルさん、はい、じゃあ
すげえなー。はい、じゃあ放送席、放送席、ヒーローインタビュー、優勝者トル選手です。みんな拍手。いやー、今日の試合振り返ってどうでした？いやー、皆さんすごい強くなってて、あ、僕リハビリがてらだったんですけど、ええ、2P に恵まれましたね。じゃんけん強いっていう、ね、じゃんけんでやっぱ 2P ですね。割とあのトルさんとかあの上げ大勢のトップの人間、あの冷凍睡眠に入ってる部分があったので、リハビリがね、たまに目覚めるんです、ね、とはいえやっぱりさすがやり込んだだけあって、さすがです。その片鱗を感じられたかなということで、どうでした、ボムさんは。ちょっと今日どうでした？ボムさん強いよね。あー、やっぱり強い。褒めた。序盤中盤終盤隙がないよね。あー、だからすごい悔しそうなんです。すげえな。なんか FHD 最近なんかフランス勢でなんか流行ってて、なんかまあ今日も来てくれてたんですけど、なんかまあ多分すごい次元にいると思うんですよ、アゲオ勢って。はいはいはい。でなのでちょっとあのちょっとずつこうフランス勢にもそのアゲオ勢の遺伝子をこう、なんつうの、分け与える的な、うん、活躍を今後もしていっていただきたいなみたいな感じなんですけど ね、 あ、そうですね。布教活動、じゃあ布教活動ね、はい、やっていただければななんて思ってますけど、うん、まあ冷凍睡眠から、無事にね、回復したトルさんということ で、 そうですね、今後も活躍期待しております。ありがとうございます。FHD 大会優勝トル、みんな拍手。強かった、超強かった、ありがとうございました。はい、というわけでございまして、国際交流戦ということでね、はい、4月金曜日行ってまいりましたが、 FHD 大会いかがだったでしょうか。FHD は絶賛味方の方で、毎日稼働してますんでね、よかったらぜひ遊んであげてください。というわけで、金曜大会 FHD 大会以上終了、ありがとうございました。よかったらのじや遊んで帰ってください。フランス勢今日も、ご参加、遠いところ ね、 そうですね、本当にね、ありがとうございました。あ、まあ、なんかこの言い方で大宮ぐらいから来てる感じだけど、全然遠いからね、飛行機で15時間ぐらいかかりますからね。ありがとうございました。というわけで、準備ができ次第カルカル大会の前哨戦第3弾ガロスペ大会に移りたいと思いますので、今しばらくお待ちください。